フランツシャルは第二次世界大戦時のドイツ空軍の軍人、最終階級は大位、出撃回数550、撃墜数137機のエースパイロットであり、騎士鉄十字勲章を受訓した。1944年8月、フランツシャルはポーランド南部のクラクフに駐留する第52戦闘航空団第3飛行中隊の中隊長に任命された。 12日に3機、24日に3機、そして26日には6機のいる -2 を含む11機を撃墜し、31日には11機のいる -2 を含む13機を撃墜した。これにより、シャルはドイツ空軍で81人目となる撃墜数100機を達成した。1944年12月、シャルはオラニエンブルクに駐留していた第7。 戦闘航空団に配属された。JG7 は、ジェット戦闘機、メッサーシミット目262を装備した、世界初のジェット戦闘機部隊である。最終的にシャルは14機の戦火を、ジェット機で上げた。これは、ジェット機のエースパイロットとして3番目の記録である。1945年3月22日、シャルは、ソ連防空軍所属の約マイナス9に撃墜された。 渋くは、目262を撃墜した初めてのパイロットになった。1945年4月10日、ドイツのパルヒムに緊急着陸を試みていた最中に、機体が爆発し、シャルは死亡した。シャルは戦死までに550回出撃し137機の敵機を撃墜した。第二次世界大戦のドイツのジェット戦闘機エース。ありがとうございます。